2万人の知恵を集めたらトトサッカー宝くじで10万円当たる説、イエーイ。ってことでですね、今日はトトサッカー宝くじを買った後にサンフレッチェ広島対ガンバ大阪の試合を見に行きたいと思います。はい、それでは企画のルール説明をしていきたいと思います。まず一つ目に、今日買うのはトトのゴール3という宝くじです。一口100円なので今日は10口の1000円分買いたいと思います。で、このくじはトトが指定した3試合の計6チームの得点を予想して、その得点でかけるっていうものです。二つ目は、インスタグラムでフォロワーさんに何対何で勝つかっていうのを質問で聞いていたので、そちらの平均を取って小数点は四捨五入をして、その値でかけていきたいと思います。で、三つ目ですが、たまにですね、100対1とかこんなんありえるみたいな数字を書いてくださった方がいたので、ちょっと今日は本気で当てに行くので、2桁以上の数字が書かれていた場合は外れ値として除外させていただきます。試合が終わった後に今日の結果がどうだったか答え合わせをしていきたいと思います。で、今日はですね、動画の後半に今年のミス広島の矢上香ちゃんが来てくれるので、めっちゃ美人なので楽しみにしていてください。それではみんなが書いてくれた値を計算していきましょう。それではですね、計算が今終わったので、これからコンビニにくじを買いに行きたいと思います。はい、今買い終わりました。私がどんなスコアで予想して買ったかは動画の最後も楽しみにしておくので、皆さん楽しみにしとってください。これからちょっと美容院を予約していって、これから美容院に行って髪の毛をきれいにしていきたいと思います。行ってきます。美容院に行ってきました。どうですか、この髪型。前髪を短くしてくるくるにしてもらって、今日可愛くしてもらいました。みんなのスコアをめっちゃ必死に計算して当たるんじゃないかなっていう得点が、予想できたので、その得点で買ってきました。一口100円で買ったんですけど、1等が当たったら一口1万円ぐらいになるらしくて、10口買ったので大儲けしたら10万円当たるわけですよ、これが。めっちゃ楽しみです。で、これとは別に私が個人的にちょっとスコアを予想してみたいと思います。で、まず1戦目が札幌対サガン鳥栖の試合なんですけど、0対1でちょっと予想してます。清水エスパルスと柏レイソル、この試合がちょっと難しくて、エスパルスに可愛い名前の強い選手が来たらしいんですよ。でも柏の勢いが勝つんじゃないかということで、0-2で柏が勝つと予想します。ラストサンフレ対ガンバ大阪の試合なんですけど、いや、これはもうサンフレ札幌からしても4連勝中なんですよ。サンフレが本当にサポーターだし頑張ってほしいという思いも込めて、サンフレ対ガンバは3対1でサンフレが勝つと予想してます。さあ、どうなるかな、ちょっと楽しみです。美味しい、これ10杯ぐらい食べれそう。今スタジアムに向かってます。スタメンが発表されたんですけど、なんと新加入のピエロス選手がフォワードで入るってことで、めっちゃ楽しみです。イエーイ。ピエロス選手とあとベンカリファーの2トップかな今日は。で、この後今年のミスジャパン広島代表のミカちゃんっていうめっちゃ美人で、あとサンフレとかカープの試合観戦がめっちゃ好きな可愛い女の子が登場するので、楽しみにしていてください。今日は雨予報なのでカッパも持ってきました。すごい人だ。ミカちゃんの登場です。いや、ほんまにそうよね。なんかめっちゃ減りそう。でもどうじゃろう、ちょっとお腹減った。バグる爆食い、爆食い企画もどうせ結構ね。うどん一人じゃん。 あとスムージーが美味しくて。え、スムージー食べたことない。マジで、夏はスムージーがおすすめです。絶対食べよう。いつもさ、暑さ対策どうするの。え、もうなんもない。なんもない。塗っとる。うっすらだった。あ、うっすらだった。でもマジで朝塗ったけん。忘れ
たナチュラル。それをまついてめっちゃほら長いけん。でもめっちゃ綺麗。ほんとなんかミスコンって感じじゃない、うん、ほんまに。前髪死んだ。前髪死んだ。ありがとうございました。
みんなが予想してもらったそのデータをね発表してなかったので、ここで何点にかけたかを発表していきます。まずね、札幌対サガン鳥栖はみんなの予想の結果1対1、クミジェンスパルスと柏レイソルも1対1でかけました。サンフレッチェ広島対ガンバ大阪の今の試合が2対1で広島に勝つって2対1かけてたのですが、結果ドロエスパルスとレイソルだけは当たって、あとは外れました。残念残念、まさか広島がねこんな圧勝するとはね。検証結果、1.2 万人の知恵を集めてもちょっとサッカー宝くじで1等は当たらない。チャンネル登録してね。